刺身だってお塩でとか言っとるけど、じゃあ醤油つけんのかいって言ったらもうつけるっしょって感じだもん。ありがとう。すごい感じだね。最近になってやっとこの米食ってる途中に入れるガリがうまいっていう風にやっと思うの。食べる？どうなんだ。無理だけど楽しい。うわ。ありがとうございます。あきらさん二次試験合格ありがとう。おめでとうか。皆さんの頑張りが結果につながって嬉しいです。今日もしなさいを私も来年も前に続けて一緒に生きていきましょう。メッセージ付き、ありがとうね。こんなん載せていいのかね。いいよ。いいか、うん、こういう日もあるでしょう。今日は特別よ。はい、いつも特別だけどね。はい、今日は特にねおめでたい日ですよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃじゃーん。あ、いいね。いちごムースらしい。おしゃれ。六角形いちごムースや。うん。おいしい。あ、もう間違いない。冬っぽい。これがチーズケーキだって。ね、ありがとう。チーズケーキタルトだって。いいね。いただきます。はーい。いただきます。はい、ありがとう。ありがとう。なんかお手紙つけようかなぐらい考え、なんか振り返ってたの。すごいなんか試験勉強期間をね、なんか総ざらしてたの今日。まあ勉強はね、あきらさんが頑張っただけだから何もしてないけどさ、面接練習してさ、うん、なんか人生観とかさ、こう職業観とかさ、はいはいはい、なんかちゃんと一回立ち止まってなんか見つめ直せてすごい良かったなって思う。そうね。する？するか、するか。シャミシャミってこれのことか、うん、これコーティングの話かと思った。いやいやいや、このね、シャミシャミね、うん、おいしい、おいしい、ね、